オイラの勝ちだ。オイラの芸術が勝ったぜ。なんで？どういうことだ。これは現実じゃない。だとしたらこいつ、お前まさか気づいてたのか。ああ、とっくにな。あんたのこれまでの術は全部ドトンの因だった。俺の千鳥はライトン。そういうことだろう。あんたの爆弾はライトンを食らえば起爆しなくなる。そうか、さっきの雷霆は自分の体に。それで体内の C4 を不発にしたのか。オイラの芸術の弱点を短時間の間にこうもはっきりと。分析は最初からずっとしていた。あんたの初めての攻撃を千鳥千本で射抜いた後、そこである仮説が生まれた。あの時爆発したのは、あんたが俺の反撃を回避しようとして新たに投げつけた爆弾一つだけ。つまり起爆しなかったのは千鳥のおかげか、俺の意思かわからなかったってことだな。こいつまだ他に何か術を。イタチはどこにいる。生きがってももうギリギリじゃねえかよ。オイラには起爆粘土が。この状況少しは動揺してみろよ、てめえは。そういうとこがムカつくんだよ、てめえら兄弟のそういうとこが。そんなものは眼中にない。それよりイタチの居場所を教えろ。シャリンガンまで引っ込めたか。もう舐めやがって。オイラの究極芸術だ。これからオイラは自爆する。こいつトビー悪いな。驚嘆しろ、絶望しろ、泣きわめけ。オイラの芸術は。チャクラが感じられないで、そのまさかじゃないか。蛇の紋章が消えたらと。こいつをこうやって口寄せの術。こいつがオロチマルの口寄せ。マンダか。オロチマルでさえ手を焼いていたこいつをどうやって。なんだ、ボロボロじゃないか。誰とやり合ったんだ。この俺さん利用しやがって。その目で俺様を操ったのか。ああ死んじゃったよ。マンダってあのオロチマルの一番のペットでしょ。やっぱりここか。急にチャクラが消えたからどうしたのかと思えば飛んでたのか。飛ぶ寸前にマンダと一緒に爆風を受けた。相手は暁だ。思った以上のやり手でな。とにかく少し休養を取らないとね。なあカリン。それでもオロチマルをやった男かよ。
みませんね。この時期にこの地域でこうも降るのはおかしいんですが。お体に触りますよ。弟さんのことなら残念でしたね。これで内派一族はあなた一人になってしまった。いや、あいつは死んでない。それに雨が止んだな。みんな気になって駆けつけたようだね。何があったんだ。サスケ君がさっきまでここにいた形跡があるの。やっぱりだ。この他の匂いの一つは町で嗅いだサスケの匂いと混じってたや。じゃああの時。他の5つの匂いのうち一つは暁のデイダラと呼ばれていた男で、奴ら暁はツーマンセルで行動するから残りは3つ。匂いがここでなくなってる。どういうことだ。時空間忍術で飛んだと考えるのが普通だ。時空間忍術。人間以上の花とは成長したなきば。さすがは犬塚家だ。イタチをやるって言ってたくせに、こんなざまじゃしばらくは動けねえぞ。ただ奴らはある特定の人物、特別なチャクラを持つ者たちを狙っているよ。俺は動物に語りかけ、暁のアジトをいくつか把握した。その周辺ではいつも大きく嫌なチャクラを感じるらしい。ザコてめえ、逃げて。てめえ、今度も言う、今度は絶対許され。殺したい。落ち着け十五。すまない。カリンが悪いんだぞ、ギャーギャーと騒いで。俺にはサスケが必要だ。キミマロの代わりになるのはサスケだけなんだ。こいつはどうあれ、その檻ってやつには鍵なんてかかってないんだよ。いつでも誰でも抜け出せる。間違いない。こっちだ。奴の匂いは動きを止めている。どうやら潜伏しているようだぜ。チャンスだな。お前への道が繋がったってばよ。あの女遅いね。買い出しにいつまでかかってる。興奮する。これは集中してかすかなサスケの匂いだけを追ってんだ。気が散るから話しかけんな。ここにどんどん近づいてくる。一つ二つ、人のものじゃないチャクラも感じる。犬、匂いで追ってきているのか。僕は少しカリンの様子を見てくるよ。起きろサスケ。追ってだ。どうする。お前は地図に分かっている暁のアジトの場所を全て記しておけ。もういいのかいサスケ。ああ、オロチマルの力を取り込んでから傷の治りが早い。追っ手の人数がお前の話通りなら、そいつらは十中八九木の葉のやつらだ。たちを見つけたら最悪木の葉はお前たちで止めろ。とりあえず俺たちヘビは十五が集めた情報に従い。少し手伝ってくれ。なんだ。サスケの服だ。汗の染みついたこの服で。もったいねえけど。感知タイプの忍びも里によって傾向があるのさ。どうした牙。やばい、サスケが移動し始めたぜ。こっちの動きに気づいて何らかの策を取ったな。気づくってどうやって。どんな能力かわからないが、だったら草の根を開けても探してやる。手当たり次第だってばよ。多重影分身の術。お前たちは命令するまで待機しろ。俺が見てくる。あれだ、車輪が